使うお札を選んで。はい。おおほほ、かんじゃ。それだけ手の内を読みやすくなりますわ。失礼します。ほれほれ。はい。欲しい、ポンじゃ。どうぞ。ほれほれ。はい。ほれ。はい。ほれ。どうぞ。ほれ。はい。ほれ。はい。どうじゃ。ほれ、いただきじゃ。油断は禁物ですわよ。何時？恥ずかしくはないのかい？ほれ。はい。リーチ、よろしいですわね。その幸せも、わらわがいただこうかの。はい。ほれ。ほれほれ。申し訳ありません。妻ですわ。わらわを差し置いて、なんたる不らち者じゃ。これが兵法ですわ。よろしい？リーチ、面前妻。ありがとうございました。それでは。一生分の運を使い果たしおったわ。さらばじゃ、さらばじゃ、わらわの青い鳥。ほんのつかの間、良い夢を見させてくれて礼を言うぞよ。わらわが愚かであった。わらわのような者が幸せになろうなどと、所詮は歌方の夢であったのじゃな。皆の者、この愚かな石品講師を笑うがよいわ。何がおかしい？あなたが笑えとおっしゃったのですわ。額面通りに受け取ってどうする。これはわらわに同情せよと暗に言うておるのじゃ。そんなこともわからぬのか。わかんないわね。メイオンちゃんのモノマネしたってごまかされないわよ。麻雀を始める前に私たちが言ったこと覚えてる？耳から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わす。約束はちゃんと守らないとね。それはほれ、脅し文句とかいうものであろうが、そんなこと真面目に実行する者などおらんのわ。いるわよ、私たちが。ダイヤちゃん、私右耳から手突っ込むからね。いいわ。じゃあ私は左耳から。ちょっと待つのじゃ。そこで見てある者ども、何ちらもために入らんか。そうじゃな、わしは鼻から手を突っ込むことにしようがの。私はリーパちゃんの後で右耳に手を突っ込まさせていただきます。私は前歯をガタガタ言わせようかしら。いやじゃあ僕はどうしたらいいのかな。みんなが奥歯も前歯もガタガタ言わせちゃったら、僕の分は残らないかもしれないね。大丈夫よ、ウェイロン君のためにガタガタ言わせる歯を残しといてあげるわ。ガタガタ言わせがいのあるいい歯をね。第三臼歯あたりがおすすめですわよ。
なんじらは鬼か。人間らしい優しい心はないのか。鬼はあなたの方でしょう。あなたにそんなこと言われる筋合いはないわよ。それじゃあ奥歯ガタガタ行ってみようか。気を感じるわい。あの中にはとてつもなく強力な妖怪がおる。というよりあの中におる妖怪の力があのような空間を作り出しておるのじゃ。じいちゃん、あの中にいる妖怪ってやっぱり麻雀大王なの？そうとしか考えられぬ。私、戦術だって大して使えないし、妖術のことなんて全然わからないんですけど、あれってすごいパワーなんじゃないですか？その通りじゃ。若い娘に嫌がらせをする程度の妖怪と思っておったが、甘く見すぎじゃった。麻雀大王とやらもはや妖怪と呼ぶのはもったいないほどの力を持っておるわ。大妖怪の看板に偽りなしってとこね。そんな力を持った相手と戦うことができるなんて燃えるわ。私こういうの待ってたのよ。今までずっと隠れていた麻雀大王がああして自分の居場所を明らかにした。私たちと直接に戦うつもりになったということですわ。決着をつけようとしているのだと思います。そうね、麻雀大王はきっと私たちを待っているのね。リンファお姉さんを待ってるのは麻雀大王だけじゃないよ。わかってるわ、ウェイロン君、シアラさん、メイリンちゃん、レイランさん、ユーレンちゃん、ジャン国に住んでる女の子みんなのためにも頑張って麻雀大王に勝たなきゃ。その息を忘れるでないぞ。よし、皆の者、最終決戦の支度をするのじゃ。それが済んだらあの空間に乗り込むぞい。待ってください、すぐにアイテムを用意するから。ウェイロンや、お主は麻雀大王のところまでついてこずともよいのじゃぞ。アイテムはこれで十分じゃ。あとは使うだけじゃからの。せっかくここまで一緒に来たんだから最後までついていきたいです。それに僕はもう呪いの薄着根を着せられてるんだもの。これ以上何かされることもないでしょう。ひょっとして呪いの薄着根まで脱がされちゃったりして。ということは、真っ裸か。ああ、私、理性を保っていられる自信がないわ。リンファちゃん、そんな恥ずかしいこと。でも、私も気を失うくらいはするかもしれませんわ。なんという気楽な奴らじゃ。緊張感が5分と持続せんからの。どうですか？役に立つ商品ばかりだよ。ありがとうございます。さあ、麻雀大王をやっつけに行こう。